ミシェル・バストスは、ブラジル出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。フリーキックの名手であり、2008から09シーズンは、前半戦だけで、直接、フリーキックから4得点している。地元の EC ペロタスでサッカーを始め、若くして、天才と呼ばれた。彼は18歳で、オランダのフェイノールトに渡った。リザーブチームで、 トップ昇格の機会を伺ったが、トップチームでは、試合に出場できなかった。2002から03シーズンは、エールディビジに昇格した、SBV エクセルヒオールに、レンタル移籍して28試合に出場したが、シーズン終了後にはブラジルに舞い戻った。2005年に、フィゲレンセン FC で2桁得点を挙げたことから、再び注目されるようになり、2006年に、 フランスのリールに移籍した。2006から07シーズン開幕戦のスタッドレンヌ戦でデビューし、65分間プレーした。初得点は RC ランスとのダービーマッチで、このシーズンは3得点にした。2007から08シーズンはスタッドレンヌ戦、オリンピックリオン戦、FC ロリアン戦での貴重な得点を含む8得点を挙げ、7位でのフィニッシュに貢献した。 左サイドバックから左ウイングにコンバートされたのはこの頃だった。リオンでプレーするバストス2008から09シーズンは2節のルマン UC 戦で初得点すると2週間後には FC ジロンダンボルドー戦で得点し、その1週間後には FC 訴訟戦でも得点した。このシーズンで特筆すべき得点は2から2と引き分けたリオン戦での得点である。 左足で放たれた難しい角度からの30メートルのフリーキックはグランダーで複雑な回転をしながら飛び相手ゴールキーパーのウゴロリスでさえも止められなかった2008年11月11日からは絶好調の期間となりマルセイユ戦 FC ロリアン戦トゥールユーズ戦アグックニース戦ルアーブル AC 戦で得点しリールはこの5試合を2勝3分で乗り越えた 数週間後には再び連続得点の期間が始まり、得点した6試合すべてに勝利した。このシーズンは37試合に出場して14得点を記録し、アシスト数は9でランキング上位に名を連ねた。得点ランキングとアシストランキングの両方で5位以内に入ったのはリーグ案の歴史上初めての出来事だった。 カップ戦も含めた通算では41試合16得点を記録した。チームは5位で UEFA カップ出場権を獲得した。リーガンの年間最優秀選手候補にも選ばれた。2009年7月15日、移籍金1800万ユーロの4年契約で、リール時代の監督クロードピュエルが率いるリオンへ移籍した。UEFA チャンピオンズリーグ本戦。 出場プレイオフアンデルレイヒト戦ファーストレグで初得点した。5から1で勝利したこの試合で彼は3点目を決めた。8月29日、エースナンシー戦ではゴール前25メートルの位置から強烈なミドルシュートを叩き込んだ。チャンピオンズリーグ準々決勝ファースト、レグのボルドー戦では決勝点を記録した。2011から12シーズン前、 ユベントス FC への移籍の噂が上がるものの残留。2013年1月29日、ドイツ分でスリーガのシャルケレイオンに2014年のシーズン終了まで1年半の期限付きで移籍した。2013年7月、アルアイン FC に移籍。2014年1月、SSC ナポリへの移籍が濃厚だったが一転して、 リール時代の恩師リュディガルシア率いる AS ローマに半年のレンタルで移籍決定。2014年8月13日、サンパウロ FC に移籍した。2016年12月31日、SE、パルメイラスに移籍した。世代別代表を含めセレソンに選ばれた経験はなかったものの、2009年10月に A 代表初招集を受けると、 イングランドとの親善試合にフル出場し代表デビューを果たした。南アフリカ W 杯ブラジル代表にも選出され大会前の親善試合ジンバブエ戦で代表初ゴールを挙げた。本大会ではグループリーグ3試合と決勝トーナメント1回戦準々決勝の全5試合に先発出場し積極的なオーバーラップでチャンスを演出した。ありがとうございます。